サンミゲルデコスメルコスメルはメキシコにある島。コスメルとはマヤ語でツバメの島を意味する。現代マヤ語ではクスミルと呼ばれる。カリブ海の西部、ユカタン半島の東に浮かび、キンタナロー州に属する。コスメルは十四町村に分かれている。コスメルはメキシコ有数の観光地として知られ、マリンスポーツやスキューバダイビング、 そしてシュノーケリングを楽しむ多くの観光客が世界中から訪れる。島の中心都市はサンミゲルデコスメルである。この島は南北約48キロ、幅16キロであり、ティブロン島とアンヘルデラ・グアルラ島に次ぐメキシコで3番目に大きな島である。本土から約10キロ離れており、カンクンから90キロの南に位置する。 コスメルの大部分の人口は島の西岸のサンミゲルデコスメルに集まっている。土地面積は多くの固有動物種の生息するジャングルに覆われている。付属の小島を含むコスメル島は477.961キロの陸地面積がある。コスメルは石灰岩でできた平坦な島であり、その結果カルスト地形が発達している。島の最高点は 海抜15メートルである。コスメルには数千年の間に柔らかい石灰岩の土壌を通じて陥没穴に地下水が溜まった背の手がある。コスメルの背の手は適切に登録されたダイバーのみに利用を制限している。1990年代初頭にここで洞窟探検家のグループが世界で5番目に大きい水中洞窟を発見した。 マヤ人はこの島に4世紀頃には居住していたと考えられ、島からは千古個天気オルメカの工芸品も発見されている。この島は、イシュチェルというマヤの月の女神の聖地となっており、ここの寺院は特に不妊に悩む女性の巡礼の地となっていた。マヤの遺跡は5個天気まで島全体に点在しているが、最大の遺跡は第二次世界大戦中に空港を作るために、 破壊されてしまった。現在最も大きな遺跡は、島の中央部にあるサンヘルバシオ遺跡である。この島を最初に訪れたスペイン人は、フアンデグリハルバであり、翌年には、エルナンコルテスの大艦隊がこの島のマヤ人を破壊した。当時この島には4万人のマヤ人が住んでいたとされるが、スペイン人の持ち込んだ天然島によって人口は急減し、 1570年には、たった30人しかこの島には居住していなかった。その後、18世紀には、海賊の隠れ家となったが、すぐに放棄された。この島に再びまとまった人が住むようになったのは、1848年に、東のユカタン半島で、カスタ戦争という、マヤ人の大反乱があり、それを逃れた難民がこの島に再定住してからである。 サンミゲルの街の南からの写真1960年にジャッククス島が島の南にあるパランカーリーフの美しさを称え世界で最もスキューバダイビングが楽しめる場所として発表してからこの島の観光開発は急速に進んだ北のカンクンが大観光地として開発されたためそこにほど近いコスメルもまた観光地として脚光を浴びるようになった 第二次世界大戦時に作られた古い空港でも、Z 機を発着させることはできたが、より大きな空港が1970年代に建設され、さらに交通の便が良くなった。島を取り囲む美しい珊瑚礁を最も楽しめるスキューバダイビングは、現在でも依然として、島の観光の目玉の一つである。これらの珊瑚礁は、主に島の大陸に向いた側に発達し、 島の自然地理によって外洋から保護されている。1996年にメキシコの政府はコスメルリーフ国立海洋公園を設立し、公園の境界内の海洋生物に触れたり採取したりするのを禁止した。コスメルの観光業に占めるサンゴ礁の重要性にもかかわらず、1990年代に水深の深いサンバシが建設され、サンゴ礁に被害を与えた。 現在では、この桟橋には、カリブ海のクルーズ船が定期的に就航している。島では、様々なマリンスポーツが楽しめ、カイトサーフィンやパラセーリングも楽しめる。島には300を超えるホテルがあり、観光客向けの土産物屋や、レストランも数多い。工業製品や食品はすべて本土から船で運ばれ、水は島にある3つの淡水化施設から供給される。 ハリケーン・ウィルマ。台風の目の中にコスメルがすっぽり入ってしまっている2005年には、ハリケーン・エミリーとハリケーン・ウィルマの2つのハリケーンが、コスメルを直撃し、島に甚大な被害をもたらした。ハリケーン・エミリーは7月に上陸したが、最も被害が大きかったのは10月に直撃した、ハリケーン・ウィルマであった。これにより、特に浅い海の珊瑚礁や水中生物に被害が、 もたらされた。コスメルはコスメル地方自治体に属しているが、コスメル地方自治体はコスメル島とその付属小島以外に本土側のソリダリなど地方自治体に隣接して二つの飛び地を持っている。コスメルの市町村毎年4月末か5月の初めの5日間にコスメル島の南にあるエルセドラルの小さな町で伝統的な祭りが開催される。この祭りは コザミロ・カルデナスによって150年以上前に始まったと言われている。カルデナスはカスタ戦争中の攻撃の後、本土のサバンの村から島に逃げたグループの一つであった。攻撃者は他の多くの村人を殺害したが、カルデナスは小さな木製の十字架をつかみながら生き残った。伝説によると、カルデナスがこの十字架の宗教的な力を称えるために定住場所で、 毎年恒例のお祭りを開始することを誓ったと言われている。今日、このエル・セドラル祭りは、日本史、伝統的な祭り、ロデオ、闘牛、音楽とコンクールを含むより、広範なフェスティバルの一環を形成している。コスメルの朝のパノラマハット AB2010 センサス、テーブルズ、イネギハット、ラントエリア・オブ・アイランズ・イン・メキシコ、イネギ。2009年11月1日閲覧。 abc, コスメルヒストリー。2011年11月12日閲覧。パクストン、メリダス、ザコスモスオブザユカテックマヤ、サイクルズステップスフロムザ、マドリードコーデックス、アネムプレス、2001、ピコグラム、135、エルセデロル・ルインズ・コスメル。COZUMEL-TOURS.com。2010年10月9日閲覧。 青山田、岩波アメリカ大陸古代文明辞典、P90 の表記による。ダイビングアットペイランコアリーフ、コスメルメキシコハット、コスメルアンアイランドパラダイス、ビスタスデコスメル、レストランツインコスメル。2011年11月12日閲覧。コスメルリーバウンズフロムハリケーンウィルマ、コールマン、マイケル。2009年11月1日閲覧。 スピーシーズリッチネスコミュニティストラクチャーオブザユカタンマリーンリザーブビフォーアフター2005ハリケーンシーズンハットコスメルリーフコンディションズアップデート2007ディスイズコスメル2009年11月1日閲覧ありがとうございます